ポート案、アントリでは、カナダ東部のバスコシア州、アナポリスロイヤルの港を守るために建設された、典型的な星型要塞。ジョージ王戦争の初期の戦闘の一つである1744年のアナポリスロイヤルの戦いの工場戦において、フランス軍の攻撃をすべて撃退した。現在では、カナダ国定史跡に指定されており、パークスカナダによって管理されている。 1797年に建造された主管室の一角は1930年代に改修され、現在は砦の歴史と周辺地域の歴史的文物を展示する博物館になっている。砦の東側の城壁に沿って500メートルほどの歩道が整備されており、アナポリス川流域の眺望が楽しめる。砦の敷地は、 スコットランド人入植者がノバスコシアに到来し、チャールズ・フォートの建設が着手された1629年から、要塞化が始まった。この地域は、1630年代に、フランスに支配権が移り、以降ポートロワイアル入植地として知られるようになった、この場所で4時に渡った鳥での建設の最初のものが、シャルル・ド・メノ・オダルネーによって着手された。1702年には、 現在も残されている防番式星型要塞の土木工事が始まった。安城戦争において1週間に及んだ1710年のポートロワイヤルの戦いの工場戦後、この砦はニューイングランド植民地の民兵を含むイギリス軍の手に落ち、イギリスによるアカディア征服を決定づけることになった。砦を守っていたフランス軍はイギリス軍の総督と軍隊に置き換えられ、 集落の名もポートロワイヤル入植地からイギリス上岸にちなんだアナポリスロイヤルへと解消された。3年後のユトレヒト条約でイギリスはノバスコシアの大部分を完全に支配下に置き1749年にハリファックスが建設されるまでアナポリスロイヤルをノバスコシアの首都とした。ジョージ王戦争においてフランス軍は 首都アナポリスロイヤル攻略のために3時にわたって遠征軍を送ったが攻略は成功しなかった。そのうち最も有名なのはダンビーユ公爵の遠征である。ルルートル神父戦争の最中にアカディアの首都はアナポリスロイヤルからハリファックスに移された。フォートエドワード、フォートローレンス、フォートアンはイギリス政府が派遣したスループの一つで到着したコブ隊員、ロジャーズ隊員。 タガート隊員のいずれかの到着によって補給を受けなければならない状態であった。これらのスループには目的地である各地の取り出において1年分に相当するあるいはそれに準じる補給物資を積んでいた。これらの感染は求めに応じ本国から北アメリカへあるいはその逆方向で士官やその家族を乗船させることもあった。フレンチ・インディアン戦争において イギリス軍は1755年のファンディワン方面作戦を展開し、この地域におけるアカディア人の追放を行った。1759年のエイブラハム平原の戦いによるケベックの陥落によってフランス勢力の脅威はなくなり、アントリでは重要性を失うことになった。トリではその後もアメリカ独立戦争中には前線の拠点として、 第84不評連隊が駐留し、米英戦争の際には、アメリカ合衆国の市略船から町を守るために使用された。この砦は、19世紀以降、ホートアンと呼ばれるようになった。アン砦の模型1917年、後のパークスカナダの前身であった、実地領公園局が、この砦を取得し、第2号の国立歴史公園に指定した。 二年後の1919 19年、それまでの歴史公演制度に代わり、新たな国立公演制度であるカナダ国定史跡が創設され、フォート案は1920年に国定史跡に指定された。フォート案は最初に指定された国立歴史公演ではなく、また新制度の下で最初に指定された国定史跡でもないが、しばしばカナダにおける最初の国定史跡とか、 最初に行政措置が取られた国定史跡として言及されることがある。これはこの砦がカナダ連邦政府が史跡保全の目的で取得した最初の物件であり、その後もパークスカナダの管轄下に置かれているためである。1985年6月28日、カナダ郵便公社はカナダの砦シリーズ20種の切手の一つとして、ホートアン、NS、 サーカ1763を発行した。この切手はジューニア x 1 3で目打ちがうがたれ、ドルフ P ・ハーダーの原図に基づいてアシュトンポッター社が印刷した。ありがとうございます。